山倉古墳群は、千葉県市原市西広にあった古墳群。一号墳出土埴輪は、千葉県指定有形文化財に指定されている。4世紀から6世紀後半にかけての古墳群で、埼玉県河野寿市の大い出つか埴輪カマートで,で生産された埴輪を使用した古墳群としては、神奈川県横浜市緑区東海千葉町の北門古墳群と共に最も南に位置していた。 一号墳出土つつ袖表現の人物派庭松戸市立博物館企画展示時に撮影。養老側に面した台地の上にあり、台地の突端から前期の円墳、中期の円墳、後期のホタテ貝形古墳、後期の円墳、後期の前方後円墳の順で並ぶように、築造されただけやや離れた位置にあった。古墳群は1970年代の国分時代から、 西広地区の住宅地造成で台地が削られるにあたり、1974年8月から1975年3月まで、カ佐国分時代遺跡調査団により発掘調査された。発掘後は住宅地になり消滅した。1号墳は全長47メートルの前方公園墳で洞窟を受けた上、前方部には鎌倉時代に、 常なめ焼きの亀を倉国旗にした墓が作られていたが、はじきやすげきのほか、円筒埴輪や、器物、人物をかたどった、継承埴輪が多数出土した。形の類似性や粘土成分の分析の結果、埼玉県甲野市にあるおいでつか埴輪用の製品であることが判明した。現在の埼玉県から千葉県市原市まではるばる運ばれたものだが、おいでつか埴輪用の埴輪は、 神奈川県横浜市の北門古墳群1号墳でも発見され、遠隔地まで広く供給されたことが分かっている。先の尖った靴を履き、頭巾のような被り物をして、腕丈が長くての先が見えないような筒袖の服をまとった人物埴輪は、おいでつか埴輪カマートのほか北門古墳群でも出土しており、類似性が顕著である。1号墳の埴輪は、 2006年12月27日に市原市指定有形文化財に指定された後、2020年3月10日に千葉県指定有形文化財に指定されている。ありがとうございます。